もうちょっと行くか。はい、それでは参ります、はい、設定に朝一決定戦ですね。そうです。本番参ります。5秒前4、3。はい、おはようございます。岡田店長です。ぶちゃんです。はい、ということで今日は設定に選手権スタートです。はい、いきます。ポンポコポン。皆さんもぜひ予想してみてください。6号機何が一番最初にかかりやすいのか、ペカりやすいのか、ビンビンになりやすいのか、反り立つのか、おへそに当たるのかっていうの。にぎやか。にぎやかですね。ブドウ。ブドウ。ブーちゃんは声がいいってね。声？うん。声がいいんだって。落ち着く、癒される。そんな。嬉しいね。喜んでます。喜んでるね。だって姿出てないんだよ、この間の。出てないですよ。出てない。基本的に出てる方がまれですよね。そうだね。声がいいって羨ましい。羨ましい。羨ましい。あ、言われたいんですか。癒されるじゃん、声は。声はイケボってやつでしょ。あ、そういうイケボ。イケボなんですか。いや、イケボじゃないじゃん。ないじゃん。イケボできないじゃん。できないです。ちょっとやってみてくださいよ。ブドウってブドウ。イケボバージョン。イケボバージョン。あ、早くペカらないかな。僕は早くペカってほしいんだ。イケボ。今女性ファンはキャンキャンしてると思う。あ、マジで。画面の向こうで。ブドウばっかり揃うけど早く大当たりが見たいんだ。誰。いや、イケボ。ブドウ、生に気をつけながら僕はジャグラーを打つよ。誰誰。イケボ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 じゃない。だいたい僕はって言わない。僕は。いや、俺でもいいと思う。俺のチェリーボーイを奪ってくれないか。40歳が何を言ってるんですか。いやいやいや、40歳だってチェリーボーイいるだろう。これはどっちの穴に入れればいいんだ。は？これはどっちの穴に入れればいいんだ。イケボじゃない、変態です。えい、こっちに入れてみよう。挑戦だ。間違えた。一旦止めてマックスにします。なんでブドウが揃うんだ。いや、誰ですか。これ青島。青島。踊る大捜査線の青島。青島。青島刑事。刑事。なんでペカらないんだ。ブドウ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 。イケボ。これでオカルト店長声いいねって、うん、癒されるって来るかな。あ、ぜひコメント欄に、うん、書いてほしいですね。
畜生全然ペカらないぜ挟んでいきましょう挟んでいこう挟んでいきましょういけぼうチェリーボーイ俺はチェリーなんかじゃないぜお一回間違えた時あるけど穴に入れたことあるぜ一回だけ間違えちまったけどなはいポンポコポンあ、そっか私の知ってるファンキーじゃないですね間違えて1位にしちゃいました知らない子だった言ったじゃんもう6号機なんだって時代は知らない人でした知らない知ってる人だと思ったら知らないおじさんだった知らないおじさんだったでもいいじゃん知らない人の方がちょっとドキドキするじゃんあスリリングなうんスリリングを楽しんでやっぱ展開が分かんない今後の展開分かんないから非常に濡れやすいは？私ファンキー相性良かったじゃないですかどの口が？ええどの口がですか勝手なイメージですなんかファンキーを光らせてた気がするんですよ気のせいですか設定6打して1回もビック引けなかったじゃんもうまあ普段俺とブーちゃんが撮影するんであれば別にそれをオクラにしてまた再度チャレンジすればいいんだけどアリーナの2人が来た時に1回もビック引けなくてはい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 ドローってあれファンキーでしたねあれファンキーそんな何回もねアリーナの人たち来れないからここぞという時に決めないっていう決めれなかったなえでも店長持ってましたよね俺は持ってるじゃんやばかったですよね私持ってます 3ゲームぐらいね、まあ、普段持ってないじゃないですか普段持ってないなもう撮影大人ばっかりなのにああいう時になんか決めに行くんですよねオクラちゃんオクラちゃんバビューオクラちゃんイクラちゃんですオクラちゃんですバブバブちょっとダンディーはーいバブやだやだチャーンチャーンリゼロの格好してたぞあの女の子あ、ジライちゃんうんしてましたね可愛かったサービスジライちゃんサービス地雷じゃないって書いてたんじゃないですか自分で怒られてないですかあれあんなこと書いて怒らないだろ優しいみんなだってサービス地雷じゃなかったですってことはテクニシャンだったってことじゃんあ喜んでる逆に喜んでるこの子は地雷ちゃんって名前の通りサービス地雷でしたって書いたらなんで私そんなテクニックあるのにみたいなそんなこと書くんですかそうそうってなるけど違うでしょ喜んでる喜んでるやったーテクニシャンだー会いに行くの会いに行きますよえ会いに行くのなんでですか意外と遠かったぞだから京成津田沼まで一本で行けたじゃんそっから帰ればよかったね遠回りですもんなんで時間が多分15分ぐらい多分そっちの方が遠いですよ15分だろその間俺が寝過ごしちゃったらどうすんだよ知らないですよそう置いていきますよ助けるのがブーちゃんの仕事だろ俺を余計時間かかるよ俺置いてっちゃったらと何で起こさないんだ迎えに行こう行ってあ電話かかってくるんですか大丈夫です出ないです冷たい
どう？いい感じです。気持ちいい。え？気持ちいい。は？気持ちいい。やりましょう。気持ちいい。うるせえ、ジジイ。何？まいちゃん、全国のまいちゃんに言ってんじゃん。まいちゃんに言ってん、ごめんなさい、間違えました。でしょ？ぶどう。聞こえないような声で支えたんだけど。いや、多分聞こえてますよ。ほんと？ブーちゃんの顔見ながらいじってやったんだけど、どうだった？だから編集者が逃げる。そうですね。めっちゃコメント書かれますよ。やめてよ。店長のせいだろって。何もしてない。何もしてない。店長のせいだろ。無実だ。俺は無実だ。それは逃げる。やっぱコメントいただきますよ。ブーちゃんとやってる方が明るい。あの店長が楽しそうだって。そうなんですか。うん、まあつまんなくはないよ。つまんなくはない。つまんなくはない。私もつまんなくはないですよ。よかったな、よかったな小僧。金髪小僧。金髪小僧。アシスタント募集だな。いや、その前に編集者募集だな。もう足りてない人が。足りてない。あーあーあー、終わってる。なんか募集動画撮った方がいいんじゃないですか。募集動画、いやだってさ、いや募集、え、なに、アシスタント？アシスタントも編集者も。編集者もね。あの、ぜひこんなついでじゃなくて。いや、これよ、もうぜひあの編集もアシスタントも私やりますよって、私頑張りますよって。はい、肩ね、私頑張りますよですからね。僕、おいどん頑張りますよじゃないからね。ダメなんですか。私、うち、うち私、うち頑張りますねんっていう人いたらぜひお願いします。一緒にジャグラー打ちませんか。多少のあの言葉のなんだろうな、キャッチボールがちょっと不能なことを言ってしまうこともあるかもしれないけど、それはそれ、あの台本なんで、全部これは全部台本のもとを喋ってるだけで、本来の俺は無口で何にもあの人に害を与えるような人間じゃないんでね。ね、あ、相当うなずいてますわ。うなずいてますわ。アシスタント兼編集&カメラマン、もう何でも、私何でもいいですね、うん、私、うち何でもしますっていう人いたらぜひあの DM、 Twitter DM でもいいし、この YouTube のコメントでもいいんで、電話かけてきてもいいです。あ、電話でもいいです。お店で電話してもいいです。なんだ、俺の携帯番号今言っちゃってもいいです。からダメです。言っちゃってもいいですよ。なんでお待ちしております。お願いします。じゃないとずっとブーちゃんが。そうですよ、ブーちゃん。もうみんな飽きてますよ。いや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 、声かわいいって。あ、声かわいい、ありがとうございます。喜ぶ喜ぶ喜ぶ、嬉しいよ。普通に喜び、褒められたいんだもんね。そうですね、褒められて伸びるだよね。まあでも俺もブーちゃんとやれて伸び伸びやってるよ。楽しくやってるよ。まあ伸び伸びはやってますよね、きっと、うん、すごくありがたいと思ってるよ。本当ですか。うん、思ってる思ってる、うんうん、泣いた。いや、泣いてないです。あー、あー、でも、あー、そうだよな、ちょっと泣いてるな。いいよ、拭いて、ちょっとカットして拭く。涙涙涙って、涙ぶどう。おっ、やっぱー
変わりますか？なんかやってくださいよ。いいよ。えい。めちゃびっくりしちゃった。変わった？変わった。やばー。やば？やばー。やば？やば？変わった？え、変わってますよ。見ていい？え、ちょっと。あ、これあれじゃん。これあれだな。あ、ちょっと待って。これあれだな。何ですか？これあれだな。てんてけてん？あ？いや、これあれだ、あの、なんだっけ、クリスタル、クリスタルって言うんだっけ、クリスタルって言うんですか。なんか、ゴーゴーランプが全然違うな、これな。え、しかもなんかでかくないですか、気のせいですか。なんか最初もちょっとちっちゃかった気がします。の話してる今。してない何の話してる、何の話、ゴーゴーランプの話。ゴーゴーランプの話の話してるかと思ったよ。なんだっけ、ブーちゃんが教えてくれたゴーゴーランプのいい撮り方。あれでもこれじゃああれか。え、なんかやっぱ大きいですよ。チンチンの話してる？違う。お、早いね。はい、ということで、はい、設定2、決定戦でした。次回は設定3決定戦でお会いしましょう。じゃあ次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。はい、どうも。カット。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたしますバイバイ。卒業バージョンでした。久々ですね。